ラビットの渡辺です。はい、松本です。本日もよろしくお願いします。はい。今日はですね、はい、また新しい靴買ったから見てー。久しぶりですね、このコーナーは。はい。うん、また新しい靴買って。買いました。あら。買いました。ねえ。何足目ですか、もう。もうやめときや、もうそんな足ないのに。そんな足ないのにな。そんな足ないのに。置き場もないのにな。うん、どうしてんの、そんな。いやね、うん、今回、うん、その、何足かちょっと欲しいなと思ってたやつがあって、はい、迷ってたんですよ。はい。ほんで、迷ってたんですけど、うん、どうしようかなと思って、なんかいろいろ値段とか、うんうん、なんかサイズ感わからんとか、うんうん、いろんな兼ね合いがあって、どうしようって迷ってて、うん、ちょっととりあえず1個買おうと思って、はいはい、ちょっと買ったやつを今日持ってきたんですけど、なるほど。今回買ったやつは、はい、その私物じゃなくて、うんうん、ちょ舞台衣装で使おうかなと思ってね。あ、なるほどね、うん。普段の衣装の、舞台衣装のシューズを、うん、新しく新調したと。そう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 。それをいつから履くかって言ったら、うんうん、今回のその25日の単独の日に下ろそうかなっていう。あ、なるほど。もうだからもうちょっと嫌やったんですか。もうなんか新しい衣装物欲しいなと思って。いや、そういうことでもない。ちょ、重たい。そのラフ次元の梅村さんと一緒になるのは嫌だっていう。梅さんと、うん、あのラニーノーズの須崎くん。須崎くんも一緒やった。万劇で3人一緒やった。まあ、有名な靴です、ね。そう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 。もともと履いてたのは、あの、うん、ドクターマーチンの白黒のやつなんですけど、はいはい、だカラーリングはめっちゃ気に入ってたんですよ。うん、白黒っていう。なるほど。あの、同じような感じがいいなと思ったので、ちょっと、でも重さがネック。俺のリュック持ったことあるやろ、仕事行くときの。うん。バリ重いな。バリ重い。小2の小学生が入ってるから。小2の小学生入ってると思うんすよ。言った。こっちが言ったんやな。マジでそれ。こっちが言ったんや。息子ぐらいあるやろ。息子ぐらいあるよ。だって20キロぐらいあるでしょ。ある。20キロぐらい。20キロぐらいあるんかな、あれ。なんか。俺抱っこしてんのかなと思ったもん。だから、うん、あの、ほんまにあの、しんどいのよ。もう靴が多分、締めてんねん、重量。そんなに？いや、あれでしょ？あと大量のおしぼりでしょ？いやいや、そんな。紙おしぼりがまた。そんなないよ。あ、抜き打ちチェックしようか、と。何グラムしかないよ。何グラムしかないよ。いやいや、あれも多いからな、あなたのサイドポケットの中には。なんであんな重たいんかな？パソコンとかも欲しい。もう1個のリュックに全部入れてるからっていうのもあんねんけど。うん。なんで家、追い出された。それぐらい重たいけど家で家で少年一人家でおじさん一人暮らしやのに家でしてるっていう意味だから同じようなデザインで、うん、ちょっとそのちょっと軽量化を図ろうと思ってかっこいいデザインのがあったんで、はいはい、ちょっとそれを買いました。なるほど。で今回、はい、僕が買ったのはこちらです、はい、ドガーン。はい、ナイキの、ピースマイナスワンっていうブランドの、クオンドワンというタイプの靴ですね。すごい聞き慣れない横文字が並びましたけど。そうこれ、ね、ナイキなんですね。ナイキのスニーカーほぼ見た目は一緒やろ。一緒やね。ちょっとウィングチップっぽい感じになってて一緒や。見てみる。ほんと、あー。多分だいぶ、ちょっとは軽なってる。数グラム軽なってると思うね。ちょっと重たいやん。いや、俺めっちゃ軽いのを想像してたから、ちょっと重たいやんか、これ。せれ。前のやつちょっと、ない今。いや、今持ってきてない。めっちゃ測りたいわ、前のやつと。いや、ちょっと軽いって。ちょっと軽い。ちょっと軽いはず。ちょっと待ってください。目的は軽量化ですよね。軽量化と、まあまあデザインがかっこええなって言ったのと、はい、あんまり芸人さんで舞台で履いてるの見たことない。いや、確かに、この、しかも、全然一回も見たことないですし。一回も見たことないでしょ。見たことないです。なぜなら、一瞬で売り切れるからです。うん、普通の靴屋さんではもう売ってません。
なるほど。じゃあこれはもうネットでお買いになる。ネットで、これはピースマイナスワンっていうね、うん、ブランドなんですよ。ナイキの中の。違う。ピースマイナスワンっていうブランドと、うん、ナイキの、だからダブルネームですよね。コラボ。ああ、なんかコラボでやられてる、ね。そうそう。このお花の、ここのかかと、かわいいでしょ、これ。めっちゃかわいない。お花のマークがあって、これがピースマイナスワンのマーク。で、このピースマイナスワンっていうブランドは、じゃあどういうブランドなんかって言ったら、はい、あの、うん、ビッグバンの、うんうん、G ドラゴンがやってるブランドなんです。あー、韓国の方の。そう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 。G ドラゴンが、もうほんまに韓国のみならず日本でも大人気、うん、でまあまあ世界でも人気よね。このマークはなんか僕も見たことあります。確かにあるやろ、はいはい、このピースマイナスワンのね、あ、これとこれがピースマイナスワン、うん、へー、のブランドのやつで、はい、これ自体は、うん、今年の4月に出たんかな。今年の、そうそう、このカラーね、3種類ぐらい出てんの、もう。真っ白と真っ黒と、うんうん、で今回この白黒ホワイトブラック、はい、普通のなんかエアフォースワン、ナイキのエアフォースワンっていうスニーカーがあるんですけど、あれに近いボディというか形のやつが2種類ぐらい出てんのかな。ペイントみたいなんで塗ってんねんけど、ひび割れてくんのよ、そのペイントが。バギバギになって剥がれるねん。剥がれたら中から柄出てくんねん。あ、え、そういうのも込みでそうそう、前のやつはそういうやつやって、そう、剥がれてくる。だから剥がさんように履くか、もう剥がれてくんねん、絶対履いてたら、ひび割れて劣化していって、ほんならだん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 柄が出てきて、なんか形というかデザイン変わるよみたいな、デザインとかやって、なんか2段階で楽しめるみたいな。そう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 、そんなんあんねん。だから綺麗に剥がすハート、なんかジーパンとかみたいになんかダメージ出ていって履く派で分かれるみたいな。で今回この4月にこれが、うん、出て、これも剥がれるんですか。これは剥がれないです。剥がれてたら買わないです。剥がれるの嫌やから。剥がれて真っ黒の仕様になったり。最悪やん。真っ黒の仕様になったりする。この色やから買ったのに俺。真っ黒やから買ってないよ。まあ、模様が出てくるとかではなくて。そう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 、これはだいぶあれですか、定価とプレネとまた変わってきますか、やっぱり。お値段ですよ。そこなんですよね。は、はい。もともとが、2万円ぐらい。定価。あ、定価が2万円。行くか行かんかぐらい。はい、2万円ぐらいで、はい。で、僕これ、定価で買いたかったから、うんうん、普通に発売した時に、抽選やったんですよ。余裕で抽選しか無理やから。はいはい。人気でね。いろんなサイトで抽選やって、余裕で外れて、うん。でもうええわって諦めてて、うん、どうせ値段バリ上がるし、うんうん、そこまでめっちゃ何万も出して、うん、欲しいかっつったら別にやんしみたいな、うん、買えたらええなぐらいの感じでやってて、うん、やって、まあ当然無理やって、うん、でやっぱ一時ガン上がったのよ。何ぐらい、何ぐらいなってたんやろ。だから倍とかなってたで、余裕で多分、まあ、一瞬なわーって、ほんなら、うん、うわーって落ち着き出して、そんな落ち着くもん、うん、ほぼ定価ぐらいのって、だから買いました。それは どういう心理が働いてる。それはなんかあんまり値段上げても売れへんかった。そう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 、だから転売っていうか、まあまあリセールする人はやっぱ買うやん、うん、買いし普通に欲しい人もおるし、うんうん、ちょっとリセール目的であかんけど買う人もおんのよ。転売目的じゃないけど、ね、仕入れじゃないけどさ、ほんで人気出る売れる思って強気で4万5万で出品してもさ、うん、買えへんのよみんな。ええか別に、俺みたいな奴らが多いから。もうめちゃくちゃやっぱりそれこそ競争が激しかったらそこで落ち着くかもしれんけど、そうそう、ほんなら売れへんなーで、だん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 その出品してる人らは値段を下げていくねん。うんうん、まあ売れんな、なんそう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 、ほんなら結局定価に近いぐらいまで落ち着いてるみたいな。だから2万1000ぐらい。あ、まあ、全然まあまあ全然全然、まあ、そこはね、ほんでその、二次流通の手数料込みで、うん、ほんで2万3000円ぐらいになるんかな、うんうんうん、2万3000円ちょっとぐらいになって、うんうん、渡辺さんにクーポンやってもらったからそれで1000円。それのクーポン。なんか
アプリダウンロードしてくれって。スニーカー、スニーカーダンク。そうそう、スニダンの。スニダンのアプリ。そう。ダウンロードして。で、ちょっとごめん、ナムさん、ちょっといいとか言って。うん、なんか、何事と思うか。お金貸してくれやぐらいの勢いで言うてたけど、アプリダウンロードしてくれ。何パーオフでしたっけ？え、5%。でも2万とかの 5% でかい。いやいや、でかいよ。1000円ぐらい安なるからさ。でかい。いや、それはそれでやる。ないよりええやん。全然やったらいいけども。ナムさんもクーポンもらえるし。クーポンもらえるけども。欲しいスニーカーがないからさ。何だっけ、カルフ買ったんや、1000円オフでな。早せな、期限切れるで。いや、全然それはいいんですけど、うん、まあでもいい買い物したってことですよね。そうだから、そのまあ僕とヤマピーさんが、うん、危惧してるのは、うん、その本物なんかっていうね、毎回あるじゃないですか、その本物か本物じゃないか問題。いや、本物もそれはな、マジでな、はい、どうなんやろ。もうだからちょっとその後ろの花がちょっと、あ、ちょ待って、うん、どういうつもり？やってなかったよ。やってなかったね。その後ろの、やめときや、ほんま。いいようには映らへんね、絶対に。絶対いいようには映らへん。落ちるって。な、価値が落ちるって。落ちひんねん、それ。そのナイキに失礼とか。後ろの、この。かわいいお花。お花な。うん。ちゃんとこれ、人花びら落ちてんのは、これ、ちゃんと。合ってるこれ。いや、合ってるよ。人花火が落ちてんの。ほんま？え、どうやったっけ？ほんま？人花火が落ちてる。いや、人花火が落ちてるはず。ほんま？二花火が落ちてたあかんのに、人花火だけなってない？大丈夫。ほんまは真ん中赤やけど、黄色。うん、ああ、でもおしゃれやね。この、後ろの、この部分も花びらになってんの、ね。あ、ほんまや。ほら。よう気づいたね。おしゃれやね。で、ちょっとなんかその革靴っぽいしよう、ウィングチップっぽい感じになってんのよ。こことかも。へー。だからちょっと革靴っぽく見える、うん、けどスニーカーっていうね。そうね、もしかしたらやめるかもしれんけど、戻すかも、ドクターマーチンに。なんかその履き見た目とかあるやん、やっぱ。あー、で、これ、うん、このピラピラを、うんうん、取るか取らんか問題もあんねん。え、いや、つくといた方がいいかな。それ込みじゃない、ない方が、なかったら普通のなんかエアフォースワンみたいな、なんのか。え、どう思う？どっちがいい？これピラピラついてった方がいい。どう思う？え、でもさ、ここナイキって重くそバーンって出てんのもなんか微妙じゃん、うん、舞台中に。いい、別に。別に。片方だけつけようかな。ピースマイナスワンの方だけつけとこうかな。そんなことある？一個だけつけるとかあんの？そんな。これ取り外しかね。ほんで、シューレースも2つついてんのよ。今、もう全部俺もそのままやからさ。まだ届いてからもう一回見ただけやから。この紐のこの止めてるの黒ですけど、うん、黄色のパターンもあんね。これは黄色に変えたいな。うん、どうも。いや、それはまあ黄色に変えた方がいい。黄色でも全然いいと思う。で、サイズも迷ってん。え、でもサイズはもうそのナイキのサイズでしょ。ほんまにナイキってマジ、その靴のデザインによってサイズ感変わるから、うん、あ、そうなんや。そうそう。ほんで俺も最近そのハイカットとか、そのだからエアジョーダンとかダンクとかそういうのばっかり買ってて、こういうちょっとローカット気味なんてあんま買ってなくてさ、うん、でなおかつこの、うん、このクオンドワンのサイズ感がわからんかってん。まだ一回も履いてないってことだよね。その本番直前でちっちゃっとか、うん、でかとか、なんか小指がもうなんかギュンギュンなってるかなったらもう歩かれへんねん。そう、履いてないねんけど、うん、ちょっと履いてみようかなと思って。で、俺普通の時は 7.5 やねん、うん、買うの、うん、足 26.5 しかないくせに、うん、7.5 買うの。何、そのちょっとミッキーを意識してんの？そのちょっと靴おっけめにしてははっいや、単純に幅が広いから俺ナイキ細いね。あ、そうなん。だからちょっと上げないとあかんっていうのもあんねんけど、うん、舞台用の靴やから、うんうん、でかすぎてもあかんなっていうのがあって、その、まあ、プラマイ 0.5 やったら別にそんな変わらんやん。で、6.5 きっちりで買おうかなと思ってんけど、うん、キチキチすぎんのも嫌、うん、もう小さいのが一番嫌やから、うん、でかいのは中敷き入れたったらもうしまいやからさ、うん、そう、ほんまは 7.5 やけど、
今回間取って、うん、7にしました。でもこのいやそんな全然拍手のタイミングじゃないよ、うんうん、でも このシリーズのサイズ感わかんないんでしょ。わからんかって、うん、でいろんな人のレビューみたいなの見ね、うん、ピースマイナスワン、はい、サイズ感とか、サイズ感、うん、で僕はなんて何センチですけど、全員人によるけどな、ハーフのハーフだけ上げてみたいな、 0.5 だけ上げてとか、ワンサイズ上げてとか、いやマジ人によるやん、うん、全員言ってることちゃうと思って、そりゃそうや全員足の感じちゃうねんけど、そんなで、まあまあもういいわと、うん、多分7だろうということで7にしました。はあ、はい、じゃあ履いてみますか。ちょっと履いてみますか。はい、ちょっとこれ取るわ。じゃあこれ、え、じゃあそんなん取り方でいいの。いやこんなアンビタッチなんか別にもう大丈夫な、うん、そのギュ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 って言うてるからさ、それが怖いよ。どうせ汚れんねんかね。何どっちやねん。大事にすんのかせえのかどっちやねん。大事にす履くこと、じゃあちょっと、うん、ちょっと私右足、ちょっとナベさん、じゃあお願いしていいですか。フォローしますよ。じゃあちょっと履いていきたいと思って、はい、右足ね。はい。これとか 7.5 やねん。それ 7.5。そう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 。これとかは、うん。そうやね。7.5 やねん。はい。7.5 で、ね、うん、で今回7にして、はい、どうやろうか、ちょっと入ってみますね。まあ、返品はできるんですか。でいや、できへんと思う。できるんかな。でも相当めんどいな、ネットやし。ああ、いやでもね、測る ちっちゃ もう終わり。それで、あ、いけたやん。あ、全然いけるやん。あー、めっちゃ直帰しやわ。あ、ほんなよかったね。めっちゃちょうど。うわー、めっちゃ変な感じする。いつも大きめで履いてるから。今の、ドクターマーチンも、ちょっとでかいね、俺、あれ。うん。あれは7点？あれ7。あれ7。ドクターマーチン、ちょっと大きいねんな。あー、もともとが。そうそうそう、同じ7でも。あー、でも俺、紐をキュッてしてるからかな。あー、でもめっちゃいいわ。動くネタできるで。いや、そらな。いや、そら、ある程度動いてもらわんと、そんな。両方履こうか。両方履くわ。じゃあテンション上がってきた。大丈夫なの、その、そのさ、手でグーンやるけど。靴痛まへんかだけ心配ない。大丈夫や。そんな。どう？ええ感じ？いや、まあその衣装、今衣装じゃないから分からへんけど、まあでもほぼ変わらんやろ。ほぼ変わらへん。デザインも、どう？いや、いいと思う。え、かっこいい？そのデザインも重さもあんま変わらへんやん。あ、でもだいぶちょっと待って、重さ変わらんって言ったやん。だいぶ軽いって、ほら。あー、じゃあマーチンはもっともっと重たい。もっと重たい。ガスガスドスドス言ってるやろ俺。もっと重たい。じゃあもう、あ、やっぱスニーカーやわ。ええー、ね。あとはその上のところを外すか外さないか。そうそう、もうピロピロ問題。どうします？どっちがいい？そう、なんかもうちょっとさ、協力的になってほしい。こっちの方がいいと思うみたいな、なんか意思言ってほしいな。いやでも二人のことやね、これ。でもそれ、これは俺のプライベートの靴じゃないからな。二人のことやからな。バリットラとしてのことやで。いやでも極論言うと、その上の部分がないと、もう、あ、その新しさが出へんし、そのピースマイナスワンっぽさがない、何にもないから、あ、え、何なんですかそれの感じがないです。だってそれ外しちゃえば、だからズボンを履いた時に、うん、絶対でも何か言ってほしくない、そのさ、新しくこう履いた時にさ、え、何なんですかそれっていう、それはあるな、それピースマイナスワンですやんとか、うん、知らんもんが多分みんな、あんまり知ってる人はおるんじゃない？人は知ってるのか。そうそうそう。あんまスニーカーめっちゃ好きみたいな人はおらんから、おしゃれな人はめっちゃおるけどさ、うん、いやでもそれはつけるべきやと私は思いますけどね。ほんまに？はい。そのかっこいいかかっこよくないかはちょっと別にして、別にして、せっかくやったら、うん、せっかくやったら
うん、それつけて取って、うん、取って、うん、ジャケットのここにいやブレるって肩にあるいや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 、なんで急にダサくすんねんどうなん。いや新しいデザインの靴でいいんじゃないですか。その今までにはないと思います。今までにはない。はい。いやいいと思いますよ。映ってる。いい感じ。いやいい感じだと思いますよ。あーでもめっちゃ変な感じするな。小さくはないわ。ちょうどいいかもしれんね。脱げそうや。いやそれ脱げはせへんやろ。いいね。いい。いい。うん。ほんまに。あれでいいと思う。揃いする？それは無理。それは無理。嫌、うん、とかじゃなくて無理だ。嫌とかじゃなくて。それは無理。あかんねやそれは。それはちょっと。いいな。あとは紐変えて、うん、とりあえず一回つけたまま出そうかな。そうね、つけたまま出して。あだからあれですよ、これピラピラつけたまま。ちょっと皆さんにだから統計取ってもらいましょう。あお前そのコメントしてくれる人いたらさ、コメントもそうやし、ピラピラアルファ、ね、ピラピラない派を見せてないんか。いやそれない派はもう想像できるやん、もう別に。いやでもな、イメージ変わると思うね。いや面倒いなこれピラピラ、うん、いやそうもうそれはまた後日しようなメダルは。いやもう分かるもんだって、そんなあるないバージョンはもう見たことあらん。いい、いやいや想像つくよそんな。ピラピラあった方がいい。うん。うん。なんていうのこのピラピラ。名前知らんけど。正式名称ありそうやけど。上豚かなんか分からへんけど。上ピロ。テコンドーの道着をイメージしてるらしい。あ、そうなん。うん。急に。ジーバンが。ええー。そうそうそう、ね、あ、それは可愛いと思う。可愛い、ね。はい、その後ろ振り向くネタやろうから。そのおしゃれかおしゃれじゃないかは、まあ、またそのね、単独にそれ履いてらっしゃるんであれば、はい、はい、もう皆さんに直接のお声聞いてもいいかもしれないです。そうですね。はい。じゃあとりあえずちょっと今回は、はい、そういう感じでございます。はい。はい、またねその。芸人仲間がなんて言うかっていうところもね、うん、そうね、はい、ちょっと聞けたらなと思っております。はい、はい、じゃあちょっとスニーカー未定のコーナーはちょっと以上になります。はい、はい、じゃあ25日、はい、単独ライブ、はい、ザ・ザ・ポケッツでありますんで、はい、7時15分から、はい、でおきチケもできますし、はい、チケットも発売中なので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。